飾らない毎日の中でいろんなことを共にしてきた。隣で過ごす君のことをふと見て僕は幸せだと思う。うん、そうだね。でも諦めついたっていうか、前からそうなんじゃないかなとは思ってたしさ。で、今回現場見ちゃったわけじゃん。うん全然大丈夫だって。話聞いてもらって元気出てきたし。鍵開きっぱなしだよ。まったく、もう不用心なんだから。ってなんて言ってないのに。うん、もうそういうのいいから。辛かったね。大丈夫だって言ってんのに。